お願いします。じゃあ、ありがとうございます。はい、お願いします。なんとファーストなんですね。はい。じゃあ、出してみた感想をください。出してみた感想は、初めてのことをたくさんしたんですけど、一生懸命全力で頑張ったので、たくさんの人に見てもらいたいなと思ってます。私がすごく色白と言われていて、それで白桃っていうタイトルになったんですけど、沖縄ロケに行ってからちょっと日焼けをしてしまって、だいぶ焼けてますね。はい、白桃じゃなくなってしまったんですけど、頑張って冬の間に戻します。海での撮影が多かったんですけど、撮影中にヤドカリに挟まれて跡ができちゃったり、虫におでこを刺されて、おでこが腫れてるシーンとかもあるので、ぜひ見てみてください。どこ挟まったんですか？ヤドカリは太ももですね。あ、そんなところ、はい、大変ですね。痛かったです。はい、一番最後のシーンなんですけど、セクシーなネグリジェのシーンがあって、そこが一番自分でもお気に入りなので。右上のがちょっと寝転がって、その黒、ちょっと黒いやつですね。はい、これはネクレジェを脱ぐとこになる。はい、それ。チャームポイントは、ついこの間まで成長中の E カップと言っていたんですけど、なんか E カップ以上大きくならなくなったので、ちょっとどうしようかな、お尻にします。じゃあチャームポイント。将来は、何でもできるタレントになりたいんですけど、グラビアも少しでも極められたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。